初戦日本対ドイツ戦スタート。はいよろしくお願いします。富安欠場になっちゃいましたね。まあ、かなり厳しい状況ですけどね。その中でどういう戦い見せるか。まあ、いつもと一緒だと思うんですけど、まあね、まあせっかくのお祭りなんで楽しんでいきましょう。ドイツはね、もう別面。 って言っていいのかなまあ、サネはいないけど、センーバック、ショットアベック。でね、ダブルボランチは、ギュンダン・キミヒでゴ、ゴレかじゃないんですね。かけて、そっからのカウンターで。おー、これ、これチャンスで、ショットアベックのとこ。きたおおあー、奥か。いやー、サイドバックの裏付けてね、一気にチャンスでしたね。いや理想的な形でしたけどね。 カウンターとしては。やっぱワールドカップだとギュンタンもミスるんだね。ああいうの絶対奪われないイメージだったけど。早かったな、出ちゃうの。まあまあ、でもこれ、前田大然使うとこういうことはありますからね。賢いな、ドイツこれ、このやり方。いや、ちょっと思った以上に賢いな、ドイツ。やば。決まっちゃうかな。うわっ PK かな。だよね。いや、今見たあの右サイドと同じようにさ、この。 ここでリュディガー持ってる時にまだまだまだってまだまだまだってミラー言ってボール出せる瞬間にここ行ってなんとか久保こっち切ったんだけど今度ここにハバーツ出てきてみたいな。いやこんな仕方ないっていうか普通に日本自体がもう日本はまあ普通ぐらいの女の子が全然おしゃれしてないで部屋着でさあのあれワールドカップっていうかさデート向かってドイツはあの美人が着飾ってるっていうサッカーしてるんですよ。 ワールドカップだから、この間さっき、あの、アル,ジェンアルゼンチンみたいに、ああ、組み合わせ悪いみたいなのがあるかなって思ったんだけど、普通にドイツがね、オンザボールのミスはあるけど、チームとしては朝礼制ですね。ラウの判断がめっちゃよかったよ。だってフリーであれでシュートコースないって言って切り返して、キーパー突っ込んでくるの使ったからね。一番日本が攻撃的な形ですね、これ。きた 来たおい <laughs> 森安さんの、あれじゃないですか、歴代ベスト采配じゃないですか。森安さんにしたら動くのめっちゃ早かったでしょだって30分。普通もっと遅いからね。いや、両ウィングがね、三苫と伊藤っていうのは世界に誇れる二おですからね。お、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 え決めた マジで <laughs> すごっ朝野決めたマジかもうこれは謝んなきゃな申し訳ない朝野できんだこんなん <laughs> でもサウジ検証起きてるねいやでもこの裏切られ方はねう嬉しいですよねすごくこんなことあんだなさあ終わるか おお勝った意味わかんないけど、すごいな勝ったねすごいや、浅野にだけ謝んなきゃな朝浅野じゃない方がいいって言って。このゴールされたらね、まあ、今でも思ってますけど、それでもね、すごいね。 いや、勝ったね。いやー、でかい、これは。